タイムでした。皆さんもぜひね、これから何度かドームイタイムまだありますので、ぜひこのステージに上がっていただいて、皆さんで一緒に踊って、踊り子もそうですけど、お客様の皆さんも全員で、この第20回の恋屋祭り成功に導きましょう。皆さんどうぞご協力よろしくお願いいたします。さあでは先頭に戻らせていただきます。さあ続いての演舞はですね、よさこいソーランホタルの皆さんです。よさこいソーランホタルです。今年は初めてのオリジナル曲でジュニア大賞を目指します。小学校1年生から中学校3年生までのチームで、いろいろな壁も一緒に乗り越えてきました。夢を叶えるために全員でホタルでしかできない演舞を一生懸命頑張ります。よろしくお願いいたします。では皆さんもぜひ拍手、手拍子、心拍子もよろしくお願いいたします。ではよさこいソーランホタルの皆さんです。よろしくお願いします。よさこいソーランホタルです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。小学校1年生から中学校3年生までいます。一本一本の全力の投手の練習が夢の舞台へ連れて行ってくれるという、夢ボタルという曲を踊りたいと思います。それでは参ります。ホタルがごとく儚き光よ、仲間と集いて光り輝け、よさこいソーランホタル2019夢ボタル、よーっせい。約束しよう、夢の舞台へ。よさこいソーランホタル2019夢ボタル。
傷つきながら、それでもみんなと約束したから、小さなその手に想いを乗せて、よさこいその歌に舞い踊れ。さあよっしゃ、人よ、心を燃やして、あなたを持って、よさこいよ、よさこいソーラン蛍の皆さんでした。どうもありがとうございました。さあ続いてのチーム紹介です。続いては岡山県からやってきました、岡山ブラジャー連朝日の皆さんです。チーム紹介文を紹介させていただきます。岡山県岡山市を拠点に活動しております岡山ブラジャー連朝日と申します。高校生から社会人まで参加し、初心者も多数参加しております。人が好き、チームが好き、祭りが好きというコンセプトで精一杯踊らせていただきます。よろしくお願いいたします。では岡山ブラジャー連朝日の皆さんです。お願いします。会場の皆様こんにちは、岡山に参りました岡山浦賀連朝日と申します。これよりご披露させていただきます演舞、開口一番と申しまして、岡山が発祥とされる、高瀬舟を代々とさせていただいております。我々チーム結成1年目でございまして、我々のことを、ご存知な方、なかなかいらっしゃらないとは思いますが、この今からお見せする演舞で、皆様の、心に記憶に残るような、最高の演舞、ご披露させていただきたいと思っております。それではどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは思いと船道を夢に焦がれた
響かせ、ブナウト皆のこもりの手僕ら誓い合い共に手を取り髪くくらほら今日も大変暑い日になっておりましてね、台風が来るかどうかちょっと心配だったんですが、まあ、見る通り台風も去れまして、今日晴天のもと今夜祭20回目行われております。明日も、ね、晴れるそうなので皆さんぜひお越しください。水分補給も、ね、しっかり水分とっていただいて、元気な姿でこの今夜祭お楽しみいただければなと思います。では続いてのチーム紹介です。続いては共演袖触れ花風刺の皆さんです。私たち共演袖触れ花風刺は同志社女子大学の学生だけで構成されたチームです。コンセプトは踊れる喜びありがとう、いつも笑顔で花風刺、女子大生らしい弾ける笑顔で会場に花を咲かせます。私たちのパワーでお客様に元気や楽しさ、そして感動を届けられるよう精一杯演舞いたします。ご声援のほどよろしくお願いします。では踊っていただきましょう。共演袖触れ花風刺の皆さんです。どうぞ。花風刺入場。伝統文化である京組紐の布石を花風刺らしく演舞させていただきます。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。唐より二人し一筋の思い揃う時をいざ結ばん。
ズマスク。花藤市の皆さんでした。どうもありがとうございました。それではここで総踊りどんぐりタイムです。曲はくるくるどんです。どうぞ。